ヘアサロントランクの竹原かなです。今日はかんざしとヘアクリップを使ったと簡単で大人っぽく可愛く決まるヘアアレンジをご紹介したいと思います。事前にコテで全体をミックス巻きします。固まらないタイプのソフトジェルとオイルを2対1の割合で合わせて500円玉くらいの量を取り、髪になじませます。この時後頭部の毛束を細かく引き出します。髪をひとまとめにしたら時計回りにねじりながらシニョンを作るように毛先を上に持っていきます。毛先を整えながら今度は毛先を下に持っていきます。この時きつめにねじりながらシニョンを作ると崩れにくいです。お団子の中心に向けてかんざしを刺します。この時一度かんざしを刺したい方向と逆に刺してから毛に潜らせるように刺すとしっかり留まります。かんざしの反対側からゴールドのクリップでシニョンが固定されるように留めます。この時斜めにクリップを挟むと安定しやすいです。鏡を見ながら全体を整えたら完成です。時間がなくても簡単に大人かわいいスタイルがアレンジできるので、よかったらぜひやってみてください。インスタグラムもやってるのでよかったらチェックしてみてください。